志し天下のために。織田の奇襲隊か。太平にこうするための奇策か。た、あれ式の兵で何ができる。あまりに盲目。これは奇策ではなく愚策。野望でなく無謀。あの男には全てが見えている。視界を失ってはいない。おびき出されたのは今川の方だ。あの男は部隊を欲していたのだ。奇跡の大勝利、一躍天下に届くような大部隊を。あの男が欲するは世界。あれが織田信長。私の望む世界、この人ならば。明智光秀。明智光秀は流浪の後、ついに仕えるべき主君を見出した。それが織田信長である。光秀は信長の上洛を助けるなど、家臣の中でも群を抜いた活躍を示す。そんな折、信長に突如危機が訪れる。妹婿浅井長政が反旗を翻し、朝倉攻撃中の織田軍の背後を突いたのである。前後から敵に挟まれた信長は撤退を決意。生還の望みなき神狩りには光秀が命じられた。一瞬の開口、全てが見えた。第一話、金ヶ崎撤退戦。ならばこの戦、あのお方のために。信長を裏切るか、浅井長政。フフ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 こそ信長の軍勢、京へ戻る。かつてのしんがりの役目、見事果たせ。これも深く信長様を逃がしたら、死線の先にこそ我が望むが、ここで死する者など無価値。我らは裏手から織田軍を援護する。全軍を越えるな。前に続け。敵将撃ち取りました。まだだ、まだまだ絶やせ。
我が命運で軍師の分に感知しておる。しんがりの務め拙者に任せおかれ。将軍討ち取りました。まさに戦場の花じゃな。敵将討ち取りました。まだだろう。まだまだ撃て、たやせ。あれ何に望みかの死か。押してまいる。いざ尋常に勝負。それは見つけたぞ。しかしがね、お前の助けでも守るべきはないね。わしらの軍を生き残りましょうや。敵将討ち取りました。見事ボレボレする形じゃ。長政、逃すつもりはないよ。いざ尋常に勝負。押してまいる。ダンス敵将討ち取りました。ボレボレする働きだ。
何に望みても引かず。敵将討ち取りました。まだまだまだ撃て、たやす。敵さんもやる気満々だね。やれやれ。どこが素晴らしい。このダンスは終わらないでしょう。ここであの奥を死なせるわけにはいきません。押して参る。ぬるい。この程度で信長を止めようなど少々。してみせよ。押して参るか。ここで手柄を立てや出世できるんじゃ。死ぬんじゃねえぞ。決まっていくぜ。敵将討ち取りました。お見事にござる。逃してはならぬ。全軍進め。
私は長政様の妻、織田と戦う定めなのです。ここで戦うのも定めですね。織田、お兄様を討ちます。引くことはできませんか。なんじゃこの手たらくは。長政などひよこよの、わしが出るしかないわよ。それが将を見守ってくれ。長政のことあろうくらい道を誤る。このシーン、たとえ姫に外せる。兄上、お覚悟を。お兄さん、これも定めなのでしょう。, 笑わせるわ。男に囲まれて死にたくはないな。ダンスを振ってみせる。それがしに迷いがあったか。敵将、討ち取りました。まだなる、まだまだ撃て、たやせ。
一撃を払ったか。この戦いで我と我が兵は四川を越え七を行き地獄を支配した。浅井よ、朝倉よ、この信長に歯向かいしこと。ゆるりゆるり後悔させてやる。